だ茶番ね。ふざけた仮面劇してやられたわ。あんたはご主人様の言いつけを見事に守ったってわけね。そうじゃない。じゃなきゃ何よせ。どうせ私を縛り上げて処刑させる気なんでしょ。違う。じゃなきゃあんた自身の手で私の息の根を止める。下のご主人様たちに忠誠心を見せる。違うって言ってるだろ。お前を処刑なんかさせない。異端審問官にも引き渡さない。じゃあどうするのよ。どうもできないでしょ。バカね。バカはお前だ。自分から悪者になって何の得があるんだよ。そんなの全然かっこよくないだろ。魔法使いとあいつらの溝は何世代にもわたって存在してるのよ。もうどうしようもないの。私たちに残されているのはどっちの側で戦うか決めることでしょ。違うなんて言うやつは世間知らずよ。さもなきゃ裏切り者ね。違うって言ってるだろ。何でも敵だって決めつけんなよ。どっちの側か選ぶ必要なんてない。それがあんたの答え。じゃあ何も叶わなくなる。生き続ける理由がなくなる。俺たちができることやるべきことならある。一緒にラディアンをぶっ壊そうぜ。ラディアンがなくなりゃネメシスもいなくなる。そうしたら俺もお前もアルマもみんなと仲良く暮らせるんだな。いいだろ。そんな夢物語あるわけある。俺はそのために旅に出たんだ。俺たちで世界を変えようぜ。バカな子。私もそんな風に思えたらよかったのに。だったら俺がお前を変えてやる。